性教育チャンネルへようこそ。はい、今回は立命館大学の日本史2月2日の日程のものを見ていこうと思います。えー、では早速いきます。えー、まず空欄を埋めならいきますね。はい、旧石時代は地質学的に空欄性と呼ばれる時代に相当する。はい、もちろんこれは更新性が入ります。はい、更新ですね。で、日本列島では北海道から九州まで 空欄型石器と呼ばれる酷似した石器が分布するなど文化的な一体性を指摘できる。まあね、えー、ナイフ型でしょうね、ナイフ型石器。まあ、楕円形かなと思う人もいるかもしれませんが、ナイフ型がベターだと思います。まあ、これにつきましてはね、ちょっと山川の教科書では分かりにくいんですが、えー、こちらちょっと実況の教科書なんですが、えー、実況の教科書を見ていくとですね、まあ、ここにこう書いてあるんですね。 えー、列島内でも石器の種類はナイフ型の形態に地域差が現れてその頃日本の文化や地域性が形成されていく先駆けとなったと、まあ、ここからですね、まあ、このナイフ型石器があ列島全体にとりあえずは流通していたということがここから分かりますよね、えー、形は違うもののということですよね、えー、ということでやはりナイフ型がベターかなと思いますはいでは次です えー、空欄 C ですが北海道には稲作が普及せず空欄文化と呼ばれる弥生文化と異なる文化に移行するもちろんキーワードはここですよねはい北海道には普及せずというところですねさっきの旧石ここですねでこれもさっきのキーワードですでもちろんこの空欄 C ははい、えー、俗縄文文化ですね さあでは続いてですね、はいえー、その前行きまして、はい、次の段落です。で、空、え、欄、ー、デーロ1行上ですが、はい、朝鮮半島の鈴に、はい、起源を持つと言われる、ちょっとこれ分からないから青で引きましょうか、青銅器。はいまあ、これがキーでもちろん銅択ですね、銅択。 はい、そして空欄 E ですがすぐ前かな、はい、3世紀の倭国で空欄を名詞とする小国連合もちろんこれで邪馬台国ということになりますねはい邪馬台国はいで、えー、その後ですね、はい、空欄 F の後はい。太田天神山古墳が所在と。 とということで大、はい、田天神山古墳、はい、どこにあるか、ちょっとこれですね、えー、地域によっては難しいかもしれませんね、これね、関西の人には厳しいでしょうね、まあ、大田市というのはどこにあるかということで、えー、群馬県ですね、これね、群馬県。はい、群馬県です。で、次です、で、えー、岩井です、はい岩井がはい、いつ氾濫かと。 いうことで、五百二十七年、岩井の乱はいつになると思います。でその後、岩、は、井、い、の墓と来てますので、えー、もちろん、はい、これは、はい、岩戸山古墳ですね。祝い岩井だから岩と、岩戸山。読みが同じということで、覚えておくやつです。 さてでは次のページの A からいきますと縄文時代に栽培されたとされる植物として適当に大部分はどれか、えー、豆とエゴマと氷炭はあ、は全部教科書本文のてる丸です、えー、よって答えはトウモロコシの A ということになりますね、えー、そして B ですが、はいえー、グスクを拠点とした豪族いわゆるアジというやつですねアジ はい。そして C ですが、ええー、制度の武器として、歯に直角に絵をつけた、ええー、制度器。ええー、これは、どうかというものが答えになります。どうかです。はい。で、次です。でです。<laughs> ええー、この下線部4。 いわゆるこれ、あれですね、はいこの近畿説の話ですね、近畿説を表す、まあ、遺跡ですよね、これ即答で巻き向く遺跡ですね、奈良県のですね。はい、そして E です、はい前方後円墳に関する説明として、最も適当なものです。えー、まずですね、A からいきますと。 えー、前方後円墳の縦穴式石室には遺体を埋葬するだけではなくて、同居を埋納することも多い。まあ、これ、えー、丸でしょうね。答え、あでしょう。で、いいですが、埴輪はですね、埋納しませんよね。もう、この石室に埋納。この段階で×、えー、罰ですよね。埴輪というのは、古墳の周囲に並べるもの。だから×です。B 前方後円墳に類似した前方後方墳は古墳時代後期に出現。これも×です。これは古墳の前期です。はい、そして絵ですが、古墳時代前期の前方後円墳は横穴式石室。もちろんこれも×です。はい、縦穴です。えー、っとですね、石室は、 縦、縦、横と覚えてください。全中高齢、縦、縦、横です。はい、そして F ですが、562年に、百、え、済、ー、や新羅に組み込まれて、日本書紀ではみンマと呼ばれた地域の名前。これね、いろいろ回答があると思います。まず、はい、えー、かやですね、かやかやでかやのかをこの人弁で書いてかや、や ででもももいいいいいしくはからでもいいと思いま,すまあ、えー、言ってみますようにこれ、えー、リスメーカーはだいたい一つしか回答出しませんけど別回いくらでもありますからねだからどれでも OK だと思いますはいで最後に G ですがこれ、えー、前回も類題出てましたよね、えー、答えは「う」です多賀城が724で秋田城が733かな で、えー、伊沢城が802ですね、これね。はい。じゃあ、以上で終わりです。さて、えー、では続いてですね、でかい2番に移ります。まあ、とりあえず、でかい1番は予定通りですね、えー、原子が出たわけですよね。1番、2番、原子出ると私言いましたよね、立命館の大予言、見たことありますかだから、ある意味、これ、的中なんですよ、的中。そしてですね、えー、ちょっとですね、 えー、私のですねまあ、大予言の時にはですね大門2番がですね芸能史が出るって言ってたんですよこれもだからですね実は芸能関係のですねものが最初にこう出てますよねレンガとか,だからある意味これもね文化史で的中といえば的中なんですよだからちゃんとですねあれ見てた方がいいですからね本当に言った通り出てましたよ今回はね1日はね原子出てませんでしたけど2日はかなりバチッと予定通りでしたね はいえー、ではね、早速1番いきます。えー、これ、は二条河原の落書ですよね。もうこれ、資料を見たらやや厳しいところもあります。まあ、A については、後からもう埋まるんですけども、まずこれ、一座そろわるエセレンガ、はい、レンガです。えー、そして、えー、いるなんとかは関東の滅ぶるものと言いながら、なかなかここら辺難しいですよね。まあ、次のところにもね、これ、えー、あるんですね。B の興行をしていると。 で、足利が高之。で、何かを見てるということで、ちょっとこれは厳しいと思います。これね、電学が入ります。電学。はい。まあ、三角つけてみましょう。ちょっとこれはね、なかなか埋まらないかもしれません。で、C はここでは埋まらなくてもいいです。で、次ですが、これがね、兼務式目なんです。兼務式目の一部です。で、ここで、はい、有名なところですね、なんとか寄り合いと合詞。はい。これが茶寄り合い。ここで茶が入ります。 A はレンガ界。ここでもレンが入りますよね。はい。さて、えー、ではですね、次のところいきますね。えっ、ー、とー、空欄 D です。で、ここではい、足利尊氏がいますよね。足利尊氏。そして弟のときてますね。尊氏とケツです。ということでもちろん足利忠義ということになりますね。まあ、忠義だけでもいいかなと思います。これね。はい。 えー、足ら高氏と来てますからね。だからまあ、これ、かっでただよ忠義だけでもいいかもしれませんね。前前に尊氏と来てますからね。はい。では、早速ですね、えー、A から問題を見ていきましょう。えー、まずですね、はい。えー、この自由民権運動の影響を与えた1番、1番何でしたっけ、1番は、はい。中村正直の自由の断りに、ね、影響を与えたですね、この大元の現著者は見るです。 見る、はい、の自由論ですね。はい。スマイルズは最後立志編ですね。これは最後立志編ということになります。セルフヘルプってやつですね。はい。では次です。えー、B ですが、これもね、ちょっと難問な気しますね。三角つけておきますね。はい。えー、中世後期の人が集まる会合、寄り合い。でですね、はい。 これちょっと資料とかで時々出てきますね。1448年の寄り合いにですね、2度欠席すると、はい、50本の罰金をカすとして決めている、近江の国の豪村名。これをね、ひっきり書かせるのがなかなかシビアかなと思います。答えは、はい、えー、今堀の剛というところです。はい。ただですね、ちょっとね、これね、 載ってない教科書もありますしね、筆記で書かせるのはきついなーって感じがします、はっきり言って。で、C です。二条義元。はい、二条義元ね。ね、えー。例のレンガ。そしてレンガの規則集ですね。レンガ。これレンガですね。レンガの規則集ということになります。答えは、応安心式です。まあ、こちらは逆に取りたいね。はい。では、次です。 えー、次の問題ですが、はい、えー、2番目です。で、えー、東洋自由新聞の、はい、主筆だった人、そしてその下、土佐の出身者、まあ、この2つがヒント。で、えー、空欄 E は中江町民が入りますね、これね。はい。続いてですね、はい、空欄 E、その後に、まあ、義道修身がね、 ここにいます、ね、友達ですよ、もう義道中心の友達ですから、絶海中心ということになりますね。まあ、必ずこれ、セットですよね。はい。で、えー、この人は、まあ、小後に総力でもついてる。で、えー、空欄院の院主として、まあね、これちょっと難しいですね。ちなみに下に証券公っていう本があって、えー、まあ、私文書です、ごめんなさい、ここでも義道中心ということが分かります。 で、空欄 E はちょっと難しいです。これも三角ですね。はい。えー、録音音。はい。まあ、要するに、今回、ほら、ヒントとしては、ここに義満がいますからね。だから、義満で、なんかのトップで五山を統括する。で、えー、五山の統括、そして義満と関係が深い。 義満関係の寺だから金、録金閣、六音寺金閣って言いますよね。まあ、それが一つのヒントです。ただ、ちょっとこれはきついかなと思います。はいでは続いてですね、はいエッチはボーナス問題ですね、これね。はいエッチは普通に見て、はい表年図ときてますからね。えー、よって答え、エッチは除雪ですね。はい、除雪。まあ、これも品質ですね、普通の問題です。はい えー、明神寺というところにあるんですよね。では続いてですね、あちなみにこれ、ナマズのことをね中国で鮎と書くから、ひょうたんで鮎を捕まえると書くんですけど、ひょうたんで本当はナマズを捕まえて例なんです、これね。はいでは例です。義堂修身が下った鎌倉御山の寺はどれか、これもね、教科書本文では載ってないからちょっと難しいですね。やや三角かなって感じがします。はい、えー、でですね まあ答えは、これは円覚寺ということになります。で、F は簡単ですね。はい、初代の総録ということで、えー、もちろん、春、奥、明、波ということになります。はい、では次です。はい、F。F もこれ基礎問題ですね。まあ、とにかくこれ文化絡みですね。とにかくやっぱ文化史来るという予定通りでしたね。はい、で、随形修法。はい、瑞慶集法が編纂した えー、日本国王と書いた外交文書の集まり、えー、室町幕府の外交記録前輪国王記ですはい、甲斐通商校は例のおあれですねはい、西川除、はい、西川除苑で、本朝津願はこれあれですね林羅山とお画方によるもの えー、通行一覧はこれ、幕府があ作らしたものです、はい。で、次です、G、河川部7についてですね、河、は、川、い、部7、河川部7は、えー、和びをベースだが、そのもちょっと前見ますと、はい、東山文化と書いてありますね、でもこれ、東山文化の話なんです。で、えー、答えは、大徳寺大聖院の庭園ですね。はい まず、磁石院の襖絵は、これ、桃山文化ですね、別にこれ、えー、今のほらあ、この東山文化の云々とは関係ないですよね。はい、そして、井戸江花鳥門茶壺、野々村人生、これ、元禄文化ということになります、元禄文化です。北の天神は鎌倉文化ですね。 はい、藤原信宰の作と言われています。はい。では続いてですね、えー、ラス問です。では、第3問です。はい。えー、まずですね、はい。公部省、はい、公務省一設置かこれ、普通の問題、1870年です。前、まあ,あ、言うなら、明治3年ですかね。明治3年ですかね。はい。 で、えー、1887年に、はい、三菱に払い下げられた空欄造船所、はいもうこれ、三菱長崎造船所、長崎でしょうね。はいそして三井に88年払い下げられたはい、えー、空欄炭鉱、はい、三井三池炭鉱、はいこれ、三池でしょうね、三池。はい そしてその後です。はい。大久保利道の県議により創設された空欄省。はい。もちろんこれは、はい。内務省ですね。内務省。はい。内務省です。そして1877年、東京の上の方に第一回内とかを開催。ええー、内国官業博覧会です。はい。 そしてですね、アメリカ人の教育者の空欄を招聘これ、クラークですね。クラーク。はい。では、早速聞きましょう。これって予感がね、これ資本主義発達史ですよね。はい。で、まず A ですが、古川一兵衛に払い下げたのが、はい、院内銀山ですね。はい。で、この内国はん官業博覧会の第4回目、どこか、実はこれ同じ問題がですね、 この同じ日に行われたね、関西大学で出てたんですよ。答えは京都なんです。で、123が東京、4回目が京都、5回目が大阪なんです。いいですね。これ、えー、意外にね、えー、他でも出てますから知っとこうね。5回目が大阪です。はい。で、ラシ舎の製造に当たった工場。答えは千住清住所ということになります。富岡製糸場はキートですからね。はい。 では次、2番目です。2番目ですが、まず今回は、はい、三菱ですね。三菱で、で、えー、初代の当主もちろんこれ初代の当主ですから、はい、岩崎弥太郎ということになります。はい、岩崎弥太郎です。で、 台湾出兵のきっかけが越記年に発生した事件、まずこれが何かこが、ね、これがきっかけって書いてありますね。これは、えー、何かというと、琉球漁民殺害事件ってやつなんです。で、琉球漁民殺害事件がいつかっていうのが分からないと、これ解けないんですね。 ちょっとこのね、年代を聞いてるのはやや濃くかなと思います。はい。琉球漁民殺害事件が発生したのは1871年なんです。明治4年です。はい。ちょっと厳しい感じはしますね。で、えー、その後、はい。大倉卿愛が81年に下、まあこの段階からこの愛が大熊っていうのは分かりますよね。 えー、明治14年の政変ってことですもんね。まあ正確にはその段階ではもう大蔵表はやめてるんですけどね。えー、差の連れた目にバトンタッチしてるので、まあちょっとはっきり言えばこれね、リード分が間違ってる感じであるからね。まあ、ある意味これね、えー、まあ、ちょっと問題かなって感じはしますよね。はい。えー、でですね。 その後です。でですね、えー、見ていきますと、まあ、大倉きょだったが無難ですよね、本当は。まあ、でも、庇護してきたですからね、えーまあ、これ、大熊、どうでしょうかね、まあ、佐野常民でもね、えー、別解としてありそうな気もしますよね、本当はね。はい、あんまし良くないですよね、これね。まあ、正確にはですね、 えー、ちょっとじゃあここでですねえー、あれですねえー、例えば浜島でこう書いてありますね、はいえー、大倉卿がほら80年から佐野連民になってるのが確認できますよねはいだからまあ大熊で普通考えてこの問題は作ったのかもしれませんが81年に大倉卿がゲアですからねまあ一応これは もし大まで求めてるんであれば、あ,あれですけど、やっぱり佐野爪民をベスト回答にした方がいい感じがしますよね。はい。じゃあ、一応そんな感じでこれは作っておこうかなと思います。でですね、えー、次です。続いてですね、 J ですよねはい J のところがですね、はい、ライバル会社、共同運輸会社ですからね、はい共同運輸会社。さあ、で、その次のところいきます。はい1888年に払い詐欺を受ける空欄炭鉱の出炭を。 まあこれはさっきの右池だからいいんですね。で、その後、はい。薩摩出身の清少、K。今度、ここです。はい。薩摩出身の清少です。ということで、これは、五代友厚でしょうね。はい。五代友厚。はい。で、続いてですね。はい。 彼の経営する L はい L は関西貿易者ですねで続いてですね、えー、もちろん同じ薩摩の空欄があ長官を務める開拓者はい開拓士だからあ黒田清隆 開拓地勧誘物払い詐欺事件のことでしょうね。はい。さて、ではですね、えー、そのまま行きましょう。では、D です。もちろん、これ、第一国立銀行を作った人、大阪紡績会社、今度お札になる人ですね、渋沢栄、AH、一。やっぱね、この渋沢はですね、えー、まあ、出るでしょうね、こうなったらね。はい。 続いてですね、いいですが、この出兵の式をとり、陸海軍の創設に尽力した人物は誰か。最も適切な人物ということで、はい。えー、これ間違いないですだ陸海軍の創設だけでいくと、山形に行きそうですけど、この出兵の式台湾出兵だから、最後郷ぐ主ということになります。そして F ですが、えー、1909年に制定されたもの。 まずですね、造船奨励法は1896だから×、航海奨励法も同じ1896だから×です。でですね、この先鉄交換協定、これ普通知らないですね、これもう知らなくていいです。1918年ですけど、普通これ教科書載っていません。用語集すら載ってない、答えが絵です。 1909年なんですが、これもね、養護集の本文中に載ってるだけだから、これ難問ですね。取れなくてもいいかなと思います。えー、9番は、あ、9番で G は、これボーナス問題、三井合名会社ということになります。まあ、いくつかね、この F とか難問ですしね、えー、さっきのこの大倉卿のところで、ね、これひょっとしたらね、出題ミスな気もしますからね。 回答がもし大隈重信で発表するんだであれば、大きな票であったでなければいけないから、まあ、ある意味、そうした場合、これ、あれですね、立命館にですね、えー、これ問題に対する疑義を私送りますので、えー、下手したらこれ、えー、全問正解にするか、出題ミスということになると思います、これ。はい。だから、このお、今言った、このあれですね、愛ですね、この、ここにつきましては、ちゃんと後から、あの状況によっては、立命館に私が言います。 回答が出ると思いますので、ね、出題ミスの可能性もありますえー、サヌツネトミが正解だった場合はまあ OK ですもし大久保主義のブラは大倉強であったじなければいけないのでえー、これ全員正解にさせるつもりですはいえー、でですねちょっともう一回整理しますと最初の問題がほら一応原子出てましたよね原子この辺り原子ですね一番最初がねで最初が原子で これ予定通りだったんです。で、その次がほら、いろいろ芸能系が出て、最後資本主義出てましたよね。はい。えー、えー、やつ見てください。はい。ここでこう言ってるんですね。はい。第一日程と第二日程のみ、考古学と古墳が出る。ほら、やっぱ出ましたよね。的中してますよね。的中。ちゃんと見てくださいね。そして、第二、第三はほら、芸能史が出るって書いてあます。ほら、的中してますよね。的中。 そして、第2日程は、社会経済史が出る。ほら、出てましたよね。全部的中してるんですよ。どうですかすごいと思いませんねえ。ということで、今回のですね、この立命館大学の第2日程は、かなり私としては満足だったんですけどね。皆さんどうだったでしょうか えまたですね、えー、他の他にっていうのも類代も出ると思いますのでよく勉強しておいた方がいいと思いますよ。ではまたお会いしましょう。必ずチャンネル登録といいねボタンを押してください。お願いします。ではまたお会いしましょう。さよなら